番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方900km ブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。にもまだ私たちに向かってくる奴がいたんだね。お前も俺たちの表にしてる。そうはいくか。ご飯さんの仇、俺が取る。ガキが懲りない。お前たち気に入らないんだよ。これでも食らいな。これでもした。貴様の力はそんな程度じゃないだろう。なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな…あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。
残念だけど歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころかどんどん過ぎ通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだ。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは完全退決まっているだろう。17号と18号を吸収。17号と18号まさか、そんな。それにしても、なぜ俺の名前を知ってるんだ。そうか、お前過去に妙に異常に気持ち。このお仲間は過去から連れてきた。何にしてんの。邪魔をするなら生かしてはいかん。お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。完全に消え去ってしまえ。仕上がって、代わりに俺が片付。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でもその前に一つ、あなたは時の流れを超えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか。いつかわかる、ですか。それはどういう…消えた。なんだか
不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだか禍々しい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもうこの世界に出てこれないはずだから。